美味しそうなのが次々と出来上がっていくのを見てるだけで、よだれが止まらないんだ、です。シャンティ邪魔だよ、君。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月8日、金曜日の午後4時15分です。今日は特にお知らせはありません。それにしても今週もあっという間に過ぎた気がします。皆さんも一週間お疲れ様でした。良い週末をお過ごしくださいね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかいつもの雨より強い？そんなことないかな。雨いつも一緒？よくわからんけど。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金 33,448 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。やっぱいいね。犬声があるだけで全然違うね。さあ、ってことで。ほら、昨日買ったポスターたちがやってきたよ。貼っておかねばやね。子供部屋に。よしよし。貼っておきます。こんな感じ。もう全く違うんよね。どうしよう。上側に並べて貼る？あ、でもな、4つポスター、こっちの壁にしよっか。とりあえずちょっと、開けておかねば。本当はね、5種類全部コンプできたらいいんやけど、キキララのがないんだ。しかもあれやろ？もうなんかずっとサンリオのカードのやつってめっちゃ高いんやろ？やば。やば。とりあえず一通り全部出していっとこう。シナモンのポスター薄っ。あ、なんかあれやね。濃いな二つに薄いな二つって感じ。どうしよう。ちょっと待って。そうじゃないんだ。こういう感じで貼っとこうかな。雪じゃない？はい、これで。鉄道模型の音がうるさい。今ね、部屋こんな感じなんや。めっちゃ、子供部屋っぽくなったやろ、とりあえず。最初はね、なんかパステルだけにして、女の子の部屋って思ったんやけど、まあ、別に、ビビッドな色があってもいいかなと。リメイクもしまくりよる。こんな感じです。今の子供部屋。そのうちキッチン用品がね、ちゃんと揃ったら、キッチンも作っていきたいんだけど。お、リメイクの達人になろう。これが、肩書きオンリーワンの変わり者、たぬき回り300マイルゲット。そう、ここ最近でリメイクをしまくったけんさ。リメイクをして一手間加えると家具により個性が出ていい感じになるだもん。リメイク回数に応じてマイルのプレゼントも実施中だからおすすめだなも。ということ。あとはもう別に。あ、やっとここが。島で過ごすかけがえのない時、肩書き不眠不休の冒険家、たぬきマイル1000マイルゲット。不眠不休なわけじゃないんやけどね。次は50日目？違う、次100日目？かな？オッケーオッケー。あ、でなんか、前にちょっと動画の中で話を聞くのを忘れとったんやけど、この、エクステリアを変えられるようになったとかって言った気がするけん、ポスト変えれるんかな？やっほー、ハンナちゃん。おや、会いに来てくれたんだね、だってね。お、シャンク来とる。世間話でも。え、なんだって？雨音がすごくて聞こえないんだ、だってね。やっぱ強いんじゃねえか？ん？何？ん？なんだろう。どれだ？あ、これか。仲良し子よし。今ので、なんか仲良し度が上がったんかな。肩書き、フレンドリーな仲間たち、たぬき回り500マイルゲット。さあ、シャンク、何投げてんの今の。何投げたの？いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。じゃあ今回はね、何これ。コンプレッションタイツ。なんやろ、コンプレッションタイツって。よくわからんけど。あー、やっぱりなんかね、カバン系かっこいいよね。ボディバッグ欲しい。700ベル。はい、もらいます。今日はこれぐらいかな？欲しいのは。はい。毎度あり。
いや、他は大丈夫です。ありがとよ。ってことで、ちょっとタヌキチに用が。こんな中でも傘はささない私。お、木の苗。タヌキチや。なんかローンとは別って言ったけんさ、定期的に帰れるよね。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だなもん？どれ？マイホームの相談？マイホームについての相談だもんね。どういった相談だなもん？どれ？リフォームしたい？かな？お家の外観のリフォームは1回につき5000ベルでお受けしてるだなもん。今日工事のオーダーを受けたら明日の朝には完成するけど、いかがするだなもん？お願いします。まあ、でも1日はかかるんやね。じゃあデザインカタログを見せるから、好きなパーツを組み合わせて新しいお家のデザインを選んでね。組み合わせて。おぉ。ああ、いい。てかなんかこの場所めっちゃいいね。あ、そこに建てたらなんか森の中のお家みたいな感じになるんや。え、これちゃんとピンクじゃない？いや、でも、あれか。前と一緒なんか。でもなんかこうやって並べられたらちゃんとピンクやな。え、じゃあやっぱりピン、あ、でも変えれるのはあれなんやね。屋根とポストだけか。じゃ、とりあえず今の水色で、今この素朴なポスト？え、こういう感じなんや、ポスト。へぇ、どうしよう。この見た目ってことやろ？あ、なんか横に植え込み置くのいいね。植え込み？低木。赤、白。白かな？白い大きなポスト。じゃあこれにする。オッケー。そういうデザインにしたいんだもんね。じゃあリフォーム費用として5000ベル頂戴します。これから多分ポストの形とかも増えていくんやろうなって思うけん。毎度アリーダラも。なんかね、思ったより可愛くなかったし。ちょっと言ってはあれだけど。じゃ、とりあえず ATM でお金を下ろして、ちょっとお金がなさすぎるので。はい、ATM。今16万あるんか。とりあえず6万ぐらい引き出しとこっかな。10、100、1000万。はい。オッケー。10万は残しておく。さあ、ってことで。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。どうしようかな。ダーツ。あ、これ、猫のトイレじゃない？ちょっと。そちらの商品は猫のトイレでございます。すごいね。なんか、どんどん猫用品揃っていくんやけど、しんち。こちら、現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は1100ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？てか、ここまでさ、猫用品ばっかりあって、猫の置物ないわけないよね。これでさ、犬の置物しかなかったら、って感じなんやけど。そこはさすがに欲しくない？そちらの商品はアンティークのワードローブでございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。何円？3万7千ベル。いける。買います。毎度ありがとうございます。3万7千ベル。間違いなく頂戴しました。これさ、ライオネルとかに似合いそうじゃない？あげるの。ね、部屋の雰囲気に良さげ。5200ベル買います。よしよし。買い占め売りやん。他の住人買わないんすかね？どうしよっかな。花は今回は大丈夫かな。よし。ありがとうございました。さあ、ちょっとライオネルにダーツを渡したいんだけども。お。あ、家の中におるっぽいね。よいしょ。あ、雑草も生えとる。そういうのをきっちり見ていくやつ。よ。蒸して。お邪魔しまーす。お、なんか作りよる。あ、アイラくん。ちょうど DIY の最中で、楽しくてつい没頭してたよ、まさしく。何を作ってるの？今はバラのベッドを作ってるんだ。バラのベッド。
なんか、うん、キャラに合ってるけど、どんなの？この間夜空を見てた時、僕の頭の中にビジョンが降りてきたのさ。特別にレクチャーしようか。ライオネル流、バラのベッドの作り方を。まあ、一応私家の周りにバラいっぱいあるけんさ、使うんやったらね、作れそう。お願いします。あ、心配しないで。ちゃんとメモしてあるから、これさえ見れば大丈夫だから。ふんふん。てか DIY 中なら渡せんやん、商品。アイナくんもぜひチャレンジしてみてね、まさしく。まあ、忙しくない時にでも渡そうか。とりあえず覚えます、バラのベッド。ふんふん。バラのベッドのレシピを覚えた。こうやってさ、作りよるけど。で、バラのベッド。赤いバラと木材。ふんふんふん。こういう感じらしい。もうちょっと立体的でもいいんじゃないかな。どうも。あら、ごきげんよう、ダフン。おしゃべりしよう。今日みたいな日はお母さんが作るピザを思い出しちゃって、懐かしい気分になっちゃいました、ふん。おしゃれやね。あ、待って、あれ、タガメじゃない？あ、アメンボや。アメンボ私捕まえたことなかったよね、確か。捕まえたい。は。やったー、アメンボゲットー。ん、これは、アメンボを捕まえた。君は溺れない。まあね。あれよね、なんか、足の裏に、油みたいなのがあるんやっけ。お、ちょっと待って。ちょっと待って。いろいろと忙しいね。この。はい。来たー。さあ、中身は？キウイの服。いえ、あ、かわいい。え、めっちゃかわいいし、夏っぽくなったね。え、よきよき。え、これめっちゃかわいい。どうしたの？今日はアイナちゃんにサプライズがあるんだよ。なになに？じゃーん、これ受け取って。家具。このファッションケース、アイナちゃんに使ってもらえたら嬉しいな。あは。ファッションケース？何色？前に置いとったやつと同じ色か。なるほどね。使わせてもらうよ。前のやつ売ったんやけどさ。落ちてないなぁ。あ、これ一応フライパン置いた。コンロないけど。まあ、パッと見、こっちが、コーヒー売り寄るところで、こっちは、まあ、なんか、ファストフードみたいなの映っとるけんさ、フライパンいらんかもしれんけど。まあ、でも飲み物系と食べ物系ってことで。あ！シャンティがやってきている。シャンティいろんなとこにお邪魔するね。前ルーシーの家にもおったやん。あら、偶然ね。まさかここだよなんて驚いたわ、だってば。こっちがだよ。お話ししよう。アンチョビさんのお部屋にいると気持ちがリフレッシュするのよね。まるでパワースポットみたいだわ、だってば。まあ、果物とかいっぱいあるしね。うふふ、今日はシャンティ君も僕に会いに来てくれてるんだよ、弟子。おしゃべりしよう。シャンティ君も遊びに来てくれてるんだよ。みんなでいっぱいお話ししようね、弟子。シャンティが遊びに来たことがよっぽど嬉しいみたいやね。どうしたって感じやけど。ねえ、テレビ見せて。テレビで僕がよく見てるのは、やっぱりお料理番組だね。美味しそうなのが次々と出来上がっていくのを見てるだけで、よだれが止まらないんだ、弟子。シャンティ邪魔だよ、君。あ、今はなんかヒーローものやりよる。ロボットヒーローもの？なんかあの、飛び丸の頃に比べて、テレビ番組の数も増えたみたいなの聞いたんやけど、そうなんかな？自分家にテレビがないけんわからん。そう、テレビも置きたいなって思うんやけど、今のところ作れるテレビって、リンゴのテレビやろ？あの、今、アンチョビの家に置いてあったやつみたいな。どうなんやろ？合うかな？あ、違う違う。打ち殺すところだったわ。まあ、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか？よ。話しに来たよ。このくらいの時間ってお腹が空いちゃうんですよね。でも夕ご飯まで我慢ですよ。まあまあ、多少は食べても大丈夫と思うよ。あ、そういえば、あれよね。パターンもらってなかったわ。どうも。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。この服かわいいかも。ね。どうも。あ、そのパターンかわいい。あ、アイナさん、いらっしゃい。そうそう。家具のリメイクで使える布地。また新しいのを作ってみたので、よかったらどうぞ。それ何柄？
あ、なんか、もみの木みたいなのある？ちょっと仕事の息抜きにと思って作ってみたんですけどね。やり始めると楽しくて、ついつい夢中になって作っちゃうんですよ。てか、ここの服って全部、あれなんかな。あさみさんの手作りなんかな。ちょいと待って。よ。ん？なんだ？何が？ついたんだ。あ。仲良し小良しまた？なんか段階上がるの早くない？肩書き、友達がいっぱい、たぬきマイル1000マイルゲット。どういうやつこれ？段階？それとも仲良くなった人数かな？はい、使いまーす。案内係の服。いや、とりあえず、どうしようかな。なにこれ、花柄スカート。ほうほう。これは？チロリアンなオーバーオール。かわいい。ほら、なんかめっちゃかわいくない？よき。よきよき。あ、これにさ、ヘッドドレスとか合わんかな？どうなんやろう。わからん。もうちょっとボリュームを抑えてくれてもいいような気がするんやけど。てか、緑系ないんやね。こっちの方がさっぱりしていいか。あとは、この辺の、あ、黄色の方がいいかな。アンティークなブーツ。この辺？なんか、雪じゃない？なんか雪じゃない？あ、てか靴下全然見えてないやん。フラワードットタイツ。なんか違うなぁ。こっちで、スウェードス、あ、この辺かな？うん、これがいいかも。じゃ、これにしようっと。着てきます。イェーイ、かわいい。とってもお似合いやわ。お気に。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。ありがとう。満足。お気に、またどうぞ。ちょっとなんかね、かわいい服が増えすぎて、迷うわ。ファッションショーとかめっちゃできそうじゃない？んで、今日増えたパターンは？ DIY で何か作ろうかな。リメイク。学習チェア。あ、ほらほら。ひよこひよこ。これにしたんよね、前。あ、今回増えたのこれか。トラディショナル B。ということで、こういう感じ。なんなんやろ、何の柄かよくわからんけど。あ、これか、使いよったやつ。あの、あさみさんがミシンのとこで。あ、トナカイいいね。トナカイかわいい。めっちゃかわいい。トナカイ何かに使えそう。何に使えるかな。まあ、一応これはひよこのまんまにしておくけど。こういう感じです。今回増えた布は。ほい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで新しい服を着ても、まあ、めちゃくちゃ雨でびしょびしょっていうね。動物たちですら傘を差しているというのに。